殺風景だと、こちらの薄っぺらいベンチにご注目。フランツは滝沢に、君の得意のあれをやってごらんと促した。さあ、この傘をベンチの上に置いて、なんと一瞬にして美女が出現。滝沢のイリュージョンテクニック、見事である。